過去には69周年そして71周年と2度のこの大会を制している平原。さあ5番の増木上がっていく、うちが一番期待を下げました。さあ番手は3番の平原浩太、あとは6番園田匠、ここは短期の競争不動会。現在園田3番手、4番手に期待勇気、期待が4番手から孵化して上がっていきます。さあ増木匠のスイッチ入った、もがき合いだ。インから5番の増木、外は1番の期待勇気、もがき合い、5番1番ともがき合い、おっと4番車落車、松田に落車してしまいました。さあ5番の増木匠先行です。2番手は3番の平原浩太です。1番の期待勇気も交代。さあ3番手に9番の東内義人も、あとは2番新田が中段からまくった、一気のダッシュの効いたまくり。5番の増木はあっという間にまくった新田雄大、後ろは小松崎、あとは佐藤慎太郎、福島トリオで直線です。新田先頭だ、新田先頭、小松崎が迫って追い込んだ。8番2番7番あたり、そして1番の園田、この辺が九州の2人。さあ上がってきた5番の藤井優吾、内側2番の新田雄大、ここですんなり車を下げました。今度は中段あたりから4番の立部風磨、立部が園田を連れて上がってきました。外は3番の小林大成、小林大成と9番の宿口、関東両者が上がってきました。そして4番の立部がこれで3番手、園田がいて九州の2人が3番手4番手、2番ニッターマッチ団5番手、8番手から藤井優吾ダッシュをかけていきます。さあ前の3番小林大成も踏んでおります。外から5番の藤井優吾かぶせて主導権だ。2番手は6番の柴崎俊光、6番5番6番とこの辺が中部の2人、あとは車間が空いて3番の小林大成、4車身相手の3番手、後ろには新田雄大となっている宿口がその後ろ、後ろからは1番の園田も現在中段あたり直線に入りました。5番の藤井先頭だ。さあ内から2番、さあ5番か、藤井優吾踏ん張ったか。ここまで3日間短期です。底力見せたい。後方から町田隊が早くも動いていく、乗っていく鹿島、2番9番中国の2人上がってきました。残り2周半番、さあ外から前回の2番の町田上がってくる、5番の期待も上がってきた。さあここで先行争いか、インコース5番の期待が突っ張っていく、2番の町田隊がいけません、交代です。9番の鹿島は切り替えて4番手、さあ先行体制に入っている5番の北井幸もう飛ばしております。番手絶好、佐藤慎太郎盤石の構えだ。あとは7番の阿部が3番手、そして9番の鹿島が4番手にいる、後ろは6番の高橋光大、あとは8番3番4番です。後方から中釜あたりが現在いい感じで4番手そして3番手に迫ってきました。中釜直線に入りました、期待が先頭だ。番手から外、外から中釜突っ込んだ、8番1番です。上昇開始です。動いてきました、待っているフィルター総一郎、番手は香川雄介、中四国の2人、中段から1番酒井陽、3番手から上がっていきます。残り2周の赤番、さあ後方2番のサラヤどうしますか、まだ後方だ。先頭4番のヒルタ総一郎、さあここ中段欲しいか、坂井陽中段現在4番手あたり、後ろ平原、あと8番河津、2番のサラヤ後方7番手、インをついてくる、まだしかし後方だ。坂井陽がしきりにサラヤを警戒して、この間にヒルタが、さあラスト1周に入りました。ヒルタが先頭、このまま踏んでいく体勢、2番手3番香川雄介、4番3番とこの辺が中四国の2人、3番手キープから酒井がまくっていきます。高速まくりか、2番手まで来たんですが3番の香川雄介が牽制した、乗り越えた酒井が2番手に上がっている、平原その後ろインコース3番直線に入りました。ヒルタ先頭だ、酒井内から4番、4番か外から5番も迫ったんですがどうでしょう、落車もありました。ここはもう一発勝つ競争です。
期待、まだ候補だ。この間に上がっている藤井、藤井と4番の蛭田並んできました。ここで9番の藤井が前に上がりました。さあ勝負どころ、残り2周の赤番です。藤井優吾前に出て6番の柴崎、中部両者外から8番の中釜、3番の東口、今度は2番の期待が一気に短期できました。さあ金が入った、期待が飛ばして、さあ三車シングル相手、新田が2番取って佐藤慎太郎、後も相手中熊、後ろは3番の東口、あとはずっと9番6番4番7番置いていかれた。ラスト1周を切りました。さあフル回転、期待が先行です。1人で逃げていく、持つかどうか新田雄大。さあ差を縮めて、さあ番手から出ていきました。追いついた、期待をまくるような感じだ。あとは佐藤慎太郎、やはり SQS 参加直線です。新田が先頭だ、佐藤慎太郎食い下がった。新田雄大1番5番8番あたり、やはり強い新田雄大。